前回その動画でワインの頼み方、いまいち僕も上手に伝えてなかったから、一番いいのはトリシャンやね、トリシャン。シャンパンって食事スタートから最後までシャンパンで通してもいいし、まあ、とりあえず最初はシャンパンで始めた方がスマートかな。とりあえずビールでもいいんやけど、まあ、せっかくね、こういうワインのチャンネルしてるんで、トリシャンでこれ流行らせていこう。徐々にね、流行ってきてるけど、みんな覚えた？トリシャンね、トリシャン。で、あとはワインのボトルを頼むときに赤か白かロゼかで選ぶんだけど、まあ、それを伝えるのがまず一つでしょ。まあ、白だったらもう辛口と甘口、もうそれ以上細かいのは深いとこに行っちゃうからあんまりいいかなと思ってます。で、赤も重いか軽いかだから、重いのやったらもう果実味しっかりの濃厚なタイプ来るし、軽いのだったらもうスッと飲める、まあ、軽いタッチの赤ワインが来るし、あと金額が結構難しくて、なんかお任せしたらすごいの持ってこられそうっていうのもわかるし、かといってね、例えば女性とか友達の前であんまり金額言えない時もあるから、そういう時はもうメニューのそのリストあるから、だいたいこのぐらいでとか指差してくれたら、まあ、ソムリエさんも察してくれるから、かしこまりましたって言ってくれると思うから、察してくれんかったらちょっとやばい。まあ、金額はね、さらっと伝えるべきかな。そしたら安心でしょ。それとかさ、この後赤飲もうと思ってますとか、お料理なんですかとか、ペアリングとかはもう今流行ってて、もう食事に合わせて持ってきてください、そういうのもあり。その注文で行き違ったっていう話でちょっと今思い出したけど、僕の結婚の前のその両家の顔合わせをまあ、料亭でしたんだけど、すいません、日本酒飲みたいんですけどおすすめありますかって言っておすすめしてこられたのが、もう本当にすごい高い日本酒だって、1合で多分8000円とかしたぐらい。やっぱりそういう時高いですとかっていうのってなかなか言い出しにくいでしょ、そういう場って。お会計すごいことになって、うちの両親がまあ実際そこに連絡して怒ってたけども、その勧めた側からしたら、まあめでたい席だったんでって言って悪気はないんだろうけど、ね、勧める側と頼む側のこう行き違いってやっぱあるから、金額は一番ね揉めることが多いから、そこは要注意ですね。皆さんもそんなことがないように気をつけましょう。Facebook でワインマフィアオンラインというコミュニティもやってるので、ぜひ参加していただきたいです。概要欄からアクセスしてください。チャンネルで紹介したワインはご購入も可能です。もれなくみなちゃんが一緒についてきます女性の方は僕がついてきます買わないです。ワインのイベントの告知も随時行っていきたいと思いますので、はい、ワインご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。